こんにちは。今回の本はこちらのビジネスモデルジェネレーション、なかなかこれすごい本ですね。普通の方が、普通の一般人がこの本一冊で企業をこうコンサルタントできてしまうというような本になりまして、まあ、あまりにも内容がぎっしり詰まりすぎているので、逆に簡単に紹介することしかできないと思いますが、キャンバスという呼ばれるものに9つのポイント、それはパートナーでしたり、主な活動でしたり、リソース、価値、顧客関係、チャンネル、そして顧客セグメントでしたり、コスト、収益というのは9つの分野に分けて、まあ、キャンバスというものを作ることによってビジネスモデルを分析すると、そして新しいビジネスモデルをデザインする方法などがもう非常にぎっしりと詰まっておりますので、改めて熟読してみたい本です。まあ、これぐらいしかちょっと今回はね紹介できないと思いますので、ぜひぜひこれビジネスマン必読だと思いますので、お読みになってください。ありがとうございます。